ADHD で先延ばしする理由4つ。 ADHD では課題や仕事の先延ばしが特性から目立つことが多く、時に期限に間に合わず問題になることがあります。その主な理由は次の4つです。 1. プレッシャーと不安。 ADHD では衝動性などを背景にストレスに敏感なことが多く、プレッシャーや不安から取りかかれず先延ばしになることがあります。 2. 集中困難。ひとたび課題を始めても不注意の特性から集中を続けることが難しく、途中でそれてしまい先延ばしになることがあります。 3. 段取りが苦手。不注意を背景に段取りや時間の管理が苦手なことが目立ち、思っていたよりも時間がかかって間に合わないことがあります。 4. 過集中依存。 ADHD では直前の過集中で切り抜けられる人もいますが、そうすると直前に過集中する解決法に依存し、準備が先送りになることがあります。